私が、私たちが、最下は最強魔法少女なのだ。行くぞ相棒。今ここにななかちゃんの真の力が解放されたのだ。なんちゃってね。ふっふっふ、君と私の絆の力が最強の魔法なのだって、真顔でうなずかれるとちょっと恥ずかしいんだけど。ふぅ、力がみなぎる。これが君と私の最強奥義、二人で一人の魔法少女、最強の合体攻撃だ。これは君の力が私の中に流れ込んでるってこと？えへへ、今の私は真の最強、何でもできる気がするよ。この魔法は私自身の命を糧に放つ最後の必殺技。君との毎日楽しかったな。っていう展開、よくない？君と私のバディタッグで挑めば、どんな敵だって怖くないよ。私たちは同志であり相棒、二人で一人の魔法少女なのだ。私の魔法少女物語は、君っていう相棒がいてこそ、私たち二人でみんなを守れる魔法少女になろうね。絶大な力の前に絶望するナナカ。そんな中、新たな魔導書の力がナナカに奇跡をもたらす。次回、ナナカシス、お楽しみに。新しい魔法を使うときってすごくドキドキするんだ。思った通りに成功すると、もうテンションマックス。私は魔法少女としてみんなを笑顔にしたいのだ。もちろん、君のこともね。日課の定期巡回、レアな魔導書なんかあった日には、ワクテカが止まりませんぞ。さあ、いざ君もこっちの世界へ。ひゃっはー、推しキャラの抱き枕に顔をうずめて魔力を充電せねば。私はたくさんの人を守る魔法少女、老若男女すべての命を平等に。もちろん大きなお友達もね。君にはお世話になってるし、たまにはななかちゃんが何かおごってあげよう。よーし、支払いは任せろ。私のターン、新作魔法発動。効果、相手は死ぬ。はい、すっごい威力。新しく覚えた魔法だったけど、うまくいったっぽい。おお、魔物倒せてるじゃん。さすがななかちゃん、天才だね。熱い自画自賛。今ので倒せた魔物はひーふーみって、あれ、一匹魔物じゃないのが倒れて、ってこれ人間、人なんていなかったと思うし、まさか空から降ってきたとか。来た、これ親方、空から男の子が。あ、ちょうど目が覚めた系男子、タイミングいいね。聞いて驚くなかれ、君は今異世界への第一歩を踏み出した。私が君を導く美少女だ、多分。それで私の、いやいやいや、このななかちゃんがそんなミスをするわけが。本当に私の魔法に当たって吹っ飛んだの？ネタじゃなく、そうっすわ。また
そんなご冗談を。異世界に転生した影響で記憶が混濁しちゃってるのかな。本当に私の魔法に当たって吹っ飛んだの？ネタじゃなく？そうすわ。ぐぬぬ、確かに服がズタボロだね君。何よりの証拠は君自身ってことか。うちゃー、人がいるなんて思ってなかったからな。本気でぶっぱしちゃったよ。怪我してないって吹っ飛んだんだから無傷なわけないよね。ということはもしかして私犯罪者、傷害罪、どうしよう、捕まりたくないよ。牢屋って漫画とかないんでしょ？おたかつもできないんでしょ？そんなの耐えられないよ。私の体は創作物で構成されているんだよ。いや、でも生きてるからもう満体？軽い怪我だったらそんなに重い罪に問われないかも。じゃなくてごめんね君。新しく覚えた魔法をどうしても試したくってさ。当たったのはわざとじゃないから。本当に？だからなんていうか、その通報だけはやめてほしいな。なんて通報する気はない。本当？本当に本当？聞いたー、魔法ぶっ放したのに許してくれるなんて君神対応すぎない？世の中捨てたもんじゃないね。うはー、よかった。牢屋生活なんてなってたら人生積んじゃうとこだったよ。あ、そういえば自己紹介がまだだったね。私はアストルム一番の魔法少女ナナカ。電脳の閃光で敵を撃つ。決まった。キャッハー、どうかっこいいでしょ。やっぱ私ってグーカワで最強。え、魔法少女を知らないだった？魔法少女っていうのはね、グーカワな女の子が魔法を使って人助けをしたりするの。お話の中の存在なんだけどさ、せっかく魔法が使えるなら目指してもいいわけじゃない？そんな理由で私は魔法少女になったわけですよ。以下よろしく。あ、てか君さ、私の魔法で吹っ飛んだのに普通にピンピンしてるよね。私の魔法を受けて何ともないなんて、ただものじゃない予感。お主、名を何と申す？ほうほう、なかなか生かした名前でありますな。もしや君、伝説の魔導書のこと知ってる？ただならぬ君なら情報を持ってる可能性があるよね。知ってたら教えてプリーズ。ワクワクテカテカ。なんだ、知らないか。まあ知らない方が普通だよね。伝説の魔導書っていうのはね、超すごい魔導書で目がさ強力な魔法が使えるようになるのだ。その魔法は天地を割り、使用者の思いのままに世界を作り変える。そして全てを超越した存在になるのだ！だっていうのはまあ私の妄想なんだけどね。でも存在するってのは本当なはず。考えただけでもクッソテンション上がっちゃってロマンをビンビン感じちゃうよ。だからもし情報が入ったりしたら真っ先に教えてね。コレクターとして絶対手に入れたいの。とりあえず今日は新しい魔法の試し打ちもできたし、おいとまさせてもらうなり。定期巡回がまだだから早く戻らねばならないのだ。特に今日は新作の発売日だから。モタモタしてたら初回限定版を買い逃しちゃうしね。私は町の古物屋で働いてるからさ、情報いつでも待ってるよ。それではさらばー。
にゃはー、今日は豊作ですな。最高の気分ですぞ。魔導書とか好きな創作作品を見て回るだけでもう胸が高まりますな。あ、それ3冊ください。領収書の名前はトワイライトキャラバンで、鑑賞用、保存用、布教用に買うのはそれすなわちオタクの義務。さーて、次のお店はと、お、こんなとこで奇遇だね。よくぞ聞いてくれました。今日はね、好きな創作物の新作をリサーチしに定期巡回に来たんだよ。私、好きな作品のグッズを買い漁るのが趣味でね、定期的に繁華街に来てるのよ。ただの買い物ではござらんよ、日課の定期巡回中なり。私、好きな作品のグッズを買い漁るのが趣味でね、定期的に繁華街に来てるのよ。特に魔法少女が好きで、漫画とかに出てくるような魔法少女になりたいんだ。漫画の魔法少女って普段は普通の女の子なのに、いざってなるとみんなのために全力で戦うじゃん。強くてその上可愛いとか、もう最強だよね。ぐはー、たまりませんな。だから私もみんなを守れる最強で最強な魔法少女を目指しているのだ。あ、もしや君も魔法少女に興味あったりしない？いや、私のおた話をそんな普通に聞いてくれる人なかなかいないからさ、びっくりしちゃって。だから興味あると思ったんだけど、どう？どう？ねえ、今どんな気持ち？ううん、聞かなくてもななかちゃんにはわかりますぞ。君は魔法少女が好きに違いない。理論は認めない。くー、そうだと思ってたんだよね。よし、君は今日から魔法少女ならぬ魔法少年だ。可愛い服とか魔法のステッキも用意するし、タッグの魔法少女っていうのも好きなんだよね。そうだ、決め台詞も二人用を作ろう。きた、これ妄想がはかどりますな。なんで超絶激アツ展開なのに。まあ君が乗り気じゃないなら仕方ないか。やる気になったらいつでもウェルカムよ。なんだと。楽しいんだけどな。コスチューム考えたりとか。まあ君が乗り気じゃないなら仕方ないか。やる気になったらいつでもウェルカムよ。相変わらず騒がしいね、七香は。テンションすごいよね。疲れないのがすごいわ。私だったら話に付き合うだけでヘトヘトになっちゃうね。あの男の子、よく一緒にいられるな。七香のノリに合わせられるレアな人種だね。ひどい言われようですな。いやはや、子供の頃からの同級生でござる。昔はそれこそ一緒に魔法少女ごっことかしたのにな。この楽しさがわからんとは、人生損してるよ、絶対。まあ、理解されないのは慣れてるけどね。熟し、七香には効果がないようだ。そんな顔しないでよ。私は本当に大丈夫ですし、お寿司。うん？マジ？どういう心境の変化？二人だったらバカにされても怖くない。おお、って私はノーダメですから。でも理由はどうあれ、胸圧展開きた。これ、君は魔法って使えるの？魔法少女になるならそこは聞いとかないとね。何？魔法は使えないけど女の子の力は増幅させられる？
それって魔法使いってより魔法少女の近くで支えてくれる小動物っぽいですぞ。むはー、がぜん魔法少女っぽくなってきた。心が踊っ、いやー、ひったくり、カバン返せ。むむ、ひったくりですと？事件が起こったみたいですな。よし、ここは魔法少女ナナカちゃんがひったくりを捕まえてきてやんよ。待て待て、取ったものを返しなさい。なんだてめえ、追いかけてくんじゃねえ。そういうわけにもいかないのだ。魔法少女たるもの、悪を許しはしない。アストルム最強の魔法使いナナカちゃんが成敗してくれよ。なんだよこいつ、こちとら捕まるわけにはいかねえんだ。これでも食らいやがれ。おっと危ない。まさか気候も魔法使いだと。燃える展開来た。これ悪の魔法使いと戦う魔法少女、これなんて小説。かつてないほどの魔法少女展開に、ナナカちゃんドキがムネムネですぞ。最強最強ナナカちゃんのすごいところ見せてやんよ。待てー。もう往生際が悪いぞ。どこまで逃げるの。うるせえ、そう簡単に捕まってたまるかよ。ドンキョな格好しやがって。これでも食らいやがれ。無駄無駄。俺の魔法が消えた。ふふふ、いつから普通の魔法が効くと錯覚していた。ものすごい量の魔導書を読んできたからね。魔導書オタクの私に通常魔法なんて無意味。くそ、こうなったら奥の手だ。うわあ。何そのでっかい魔法。私それは見たことないやつかも。舐めやがった罰だ。こいつで吹っ飛びだ。どうしよう、あんな魔法私聞いてない。無理ゲー感やばい。お、そうか、君の力があった。ひゃー、ごっぺっ、なんか来た。力がどんどん湧いてくるよ。これならあの魔法にも勝てそうな気がする。消えろや。ナナカちゃんのフルパワー、くれー。な、この魔法と張り合うだと。魔法少女はどんなピンチも必ず乗り越える。くっそ、押し負けが。電脳の閃光で敵を撃つ。ミッションコンプリート。勘弁してくれ、俺が悪かったよ。だが断る。反省は牢屋でよろよろ。それよりもさっきの魔法どこで知ったの。普通の魔法じゃなかったよね。知らない男からだよ。すげえ魔法が使えるからってこの魔導書を渡されて。うわ、見たことない魔導書だ。何それ、なんで魔導書、レア物。詳しいことはわかんねえよ。魔法の才能がない俺にこれで力をつけろって言ってきたんだ。こいつを使えば今まで俺をバカにしてきたやつをぶっ飛ばせるって思ってさ、調子乗って何でもできる気がしたんだよ。気持ちはわからなくもないけど、やっぱり魔法は人のために使わないと。
みんなを守るため、人様のために使えば、いつかきっと認めてもらえるよ。そうすればバカにしてきた人だって見返せるってもんさ。そうだよな。うん、俺目が覚めたよ。もう悪さはしねえ。よし、これにて一件落着。にしてもその謎の男、何者だろう。このことについても後で調べておかないとね。はい、これ返すよ。ひったくりに取られたカバン、君のでしょ。うん、ありがとう。それと、ごめんね。何がでござるか。だって私、今まで七香のことちょっとバカにしたりしてたし。私もごめん。あんたがひったくり捕まえてきたとこ見て見直しちゃったよ。別に、その、なんというか、感謝なんていらないってばよ。魔法少女として当然のことをしたまでなのだ。それに、魔導書も手に入ったことだしね。なんで持ってるのかって。ふふん、あのひったくりを騎士団に渡す前に魔導書だけはこっそりもらっちゃったんだよね。この魔導書の持ち主が気になるの。もしかしたら伝説の魔導書について知ってるかもしれないから、これからその男のことを調べて探そうと思うのだよ。あ、君も協力しくよろ。今回ひったくりに勝てたのは君の力のおかげだしね。私たちきっとバディタッグで大活躍できるよ。君と私の魔法少女物語が今幕を開けるのだ。やあやあ、よくぞ参ったマスコットくん。待ってたよ。小さい動物に変身する技は得得できた。定期巡回もいいけど、今日は違う用事なのだ。私、古物屋で働いてるって話したことあったじゃん。たまにお客さんから探し物の依頼が来るわけよ。一回人助けのためにやったのが評判よくてさ、そっからは仕事として請け負うことにしたんだ。で、今回も依頼が入ったから相棒の君にも手伝ってもらおうと思って声をかけたなり。例の謎の男の情報も入ってこないから、何か動きがあるまで君と仕事をして親交を深めたいのだよ。さあ、共に手を取り合い絶望に立ち向かおうではないか。おお、私が読んでる漫画のセリフ。なんで君が知ってるの。密かに私の好きな魔法少女セリーちゃんを見て勉強してた。おお、神、なんという俺得展開。違う、そのセリフは2巻の敵のだよ。なんで君が私の読んでる漫画のセリフを。密かに私の好きな魔法少女セリーちゃんを見て勉強してた。おお、神、なんという俺得展開。最高の相棒だと思ってたけど本物の同志だなんて。私は今猛烈に感動している。今度ぜひ語り合う会を開いて。話がそれてる。キャハー、これは失敬。テンションが上がりすぎてしまいましたな。では早速依頼のあった森に向かうとしますぞ。いざ出陣。今回の依頼主はね、旦那さんからもらったペンダントを探してるんだって。
この森で薬草採取してる時に魔物に襲われて逃げてる最中に落としちゃったみたい。大切な思い出の品って言ってたから絶対見つけてあげたいなって思ってるわけよ。だって思い出が詰まったものなんだよ。それはまるで、そう、猛暑の中で並んで苦労して買った限定グッズをなくしちゃうのと同じくらい辛いと思うの。だからこの依頼は絶対成功させたいってわけ。さあ二人で協力して依頼主の笑顔を取り戻そうではないか。おかしいな。気づかない。森の違和感に。この辺りって魔物が多いはずなんだけど、今のとこ一匹も遭遇してないけん。あ、うん、それもそうなんだけど、それ以上に不思議なことが。この辺りって魔物が多いはずなんだけど、今のとこ一匹も遭遇してないけん。もしや、サイカワナナカちゃんに恐れおののいて隠れちゃったとか。だはー、私っては魔物にも流しで渡ってたのか。これなら割と平和に探し物をできそう。ですよね、そう簡単に行きませんよね。奥の方から聞こえたよね。なんかすごい大物の予感が。ちょっと様子を見てみよっか。あっ、いた。あっちゃー、派手に暴れてますな。この辺りに魔物がいなかったのってあいつのせいかもね。かなり凶暴化してるし。なんか悪いもんでも食べたのかね。って、あれ、気のせいかな。魔物の腕に探してるネックレスがついてるような。気のせいじゃないや。本当に魔物がネックレスを持ってるよ。倒さないことにはどうしようもなさそうだし。しゃあない、一丁やりますか。君はサポートをよろしく。私が前衛に立つから。私、この戦いが終わったら君に伝えたいことがあるんだ。いやー、一生に一度は行ってみたかったんだよね。まあ死ぬ気はさらさらないけども。さあ魔物くん、このアストルム最強の最強最強魔法少女ナナカちゃんが相手をするよ。電脳の閃光でー。ちょ、名乗りを妨害するのはルール違反。そこんとこちゃんと勉強してきてよ。聞く耳持たずか。よし、ナナカちゃん渾身の魔法を食らえ。魔法を食らっても突っ込んできてるし、錯乱状態ってやつ。あ、こっち来んな。まあこういう怒り狂った相手は冷静に対処するのが一番ってバッチャが言ってた。華麗に魔物の攻撃をかわしてからの、ガラ空きの横っ腹にこないだひったくりからもらった魔法をドーン。強力な魔法と君のサポート能力が合わさって最強に見える。くらー。うひょー、すごい威力、一撃で倒せちゃったよ。そんじゃネックレスを回収して。え、ちょ待ち、君、そのネックレス触っちゃダメ。まだ魔力が残ってるっぽいんだよね。多分そのネックレスにかけられた魔法の影響でさっきの魔物も凶暴化したんだと思うわけよ。それにこの感じ、ひったくりからもらった魔法と似てる。ううん、似てるというより同じ。依頼主がこんなことするわけないし、だとすると例の謎の男の仕業なのかな。
男が森に落ちてたペンダントに魔法をかけてそれを魔物につけたとか。ペンダントから感じる魔力は残り火みたいなもんだけど、それでもかなりの使い手だってわかる。目的はわからないけど、魔法を悪用してるなんて許せない。見つけ出して私たちでとっちめよう。そいつが仮に伝説の魔導書を手に入れたりでもしたら本当にシャレにならないしね。とりあえずこのネックレスはそーれ、悪い魔法よさらばだ。萌え萌えキュン。よし、これでペンダントの魔法は解けたよ。さすがななかちゃん、完璧だね。あとはこれを依頼主に渡せばお仕事完了。いやー、今日はもう疲れたでござるよ。これは帰って二次元成分を補給しなければ。あ、そうだ、今度のお休みにさ、一緒に定期巡回に行こうよ。え、せっかく君が創作作品に興味持ってくれたんだし、私が定期巡回の極意を教えてしんぜよ。準備はできているか、少年。今日は約束の定期巡回だお。もう新作がたまりにたまってるからこの日が待ち遠しかったよ。ほんと、このためだけに生きてるって言っても過言じゃ。って、うわ、何この光、まさかまさかの異世界転生とか来る。まだ見ぬ美少女たちとの出会いが私を待っている。チートと化したナナカちゃんを止められるのは。久しぶり、元気だった？今日はね、今まで頑張ってきたあんたにご褒美を持ってきたのよ。それはね、夢よ。私があんたのために作ってあげたとびっきり素敵な夢。ん？何よその心配そうな顔、信用しなさいよ。夢の中のあっちの世界は本当に素敵なところなのよ。なんたってあっちはあんたの故郷なんだから。あんたが昔故郷で体験したイベントを今のあんたに追体験してもらおうってわけ。故郷って言っても記憶喪失のあんたはピンとこないわよね。あっちはあんたが見たことも聞いたこともない不思議な場所なんだけどね。でもあんたはそのことに何の疑問も持たないはずよ。あっちにいること自体が当たり前って思えるはずだから、安心して夢を楽しみなさい。それじゃまたね。ふふん、今日はどんな出会いがあるかの。お、君は偶然だね。何してるのだ。散歩か、いいね。歩いてたら道角で美少女とぶつかっちゃってとかあるかもだし、ぶつかった衝撃で押し倒しちゃって変態とか言われたり、でもでも翌日その子が同じクラスに転校してきて、うへへへ、いいですな。あ、ってことはさ、暇ってこと？それなら一緒に定期巡回に行こうよ。おお、それはいいね。引きこもってると無性に外の空気が吸いたくなるときあるよね。今が朝か夜かも分からず、自分はこのままでいいのかという漠然とした不安が襲ってくる。オタクあるある。オタクにこそ外出は必要なのかもだね。あ、ってことはさ、暇ってこと？それなら一緒に定期巡回に行こうよ。ついてまいれ。
むはー、やっぱりここは最高の場所ですな。住みたい、ここに永住したい。よし、ここをキャンプ地とする。さてさて、今日は何を。あー、来たこれ、ぐはー、死滅のバハムーティアの新バージョンアニメ CM、 神クオリティ。やべ、マジやべ。からのリリエリちゃん来たー。あ、すごいすごい、くんかくんか。いやー、こっち向いてーって向いたー。私の祈りが通じたか。おお、神よ。うわー、謎の光でチラリに規制が。もうやめて、ナナカのライフはゼロよ。いや、やっぱやめないで、もっとちょうだい。いかんいかん、リリエリちゃんのあまりの可愛さに我を失ってたなり。この可愛さを世界中の人と共有できるように、リリエリちゃんをもっとメインにしてもらわねば。ふっふっふ、それができるんだな。聞いて驚くなかれ、なんと私のパパはシンバ派のプロデューサーなの。だから、私が必死にお願いをすれば、願いを聞き入れてもらえるのだ。現に、この前もラッシュチェックで私がリテイクして、オンエア直前に差し替えたし。現場の皆さん、ごめんなさい。でも、これもリリエリちゃんのためなの。え、デュフフ、リリエリちゃん、マジかわいす。メインヒロインにでもなったらもう…尊すぎるよ。あ、ダメ、私またリリエリちゃん。さっきは取り乱してごめんね。いや、あんまりにもリリエリちゃんが好きすぎて発狂寸前まで行っちゃったよ。賢者タイム入ったし、もうあんなに興奮したりは。ああ、アストルモの攻略本発見。おー、辞書みたい。まあ、私は攻略本を読まない派だけどね。こう、自分の力で試行錯誤してプレイしたいというか。でも、魔法使いでも前線でバリバリ肉弾戦ができる方法とか書いてあったら見たい気は。まあ、でもそれを試行錯誤して考えるのが楽しいんだけどね。アストルムなら憧れの魔法少女にもなれるし。現実じゃただのオタクの自分がゲームの世界なら夢見た姿になれるって最高だよね。あー、あっちが現実だったら最高なのにな。ゲームじゃなくて本当の魔法少女としての物語。くはー、妄想がはかどる。これは帰って即ログインしなければ。本日の定期巡回は以上とする。それじゃ、またアストルムで会いましょう。グッバイ青春。はい、お疲れ様。あんたが今見てたのは夢みたいなものよ。目覚めたらほとんど忘れちゃうと思うし、今はあんまり気にしなくてもいいわ。にしてもナナカって本当に魔法少女が好きなのね。皮肉にも今その夢が叶っていると、なんだかすごく残酷な気がするわね。今の方がナナカにはいいのかもと思うけど、やっぱり現実とはいつかちゃんと向き合わないとね。魔法少女にかかった魔法はいつか解ける日が来るんだから。つまらないこと言っちゃったわね。今のはただの独り言よ。気にしないで、今回はこの辺りにしとくわ。それじゃあね。私なんでこんなとこで寝てたんだっけ。夢を見てた気がするけど、君と一緒にいた気がするな。え、君もそうだったの。ほうほう、これはなかなか運命を感じますな。まさか前世の記憶とか。アンナチンが喜びそうな展開ですな。君といたこと以外は夢の内容ほとんど覚えてないけど、リリエリちゃんってキャラがやたら頭に残ってるんだよね。
初めて名前を聞いたはずなのに、すっごく馴染みがあるような気がするというか。それよりとにかく、ドストライクだったの、あの子。うわ、もう一回でいいから見てみたいな、リリエリちゃん。いや、探しに行けばいいんだ。うん、そうしよう。あのかつてないほどの可愛さと衝撃、もしこの町に眠ってるんだとしたら、すぐにでも発見してめでてあげねば。よし、そうと決まれば行くよ。今日の定期巡回はリリエリちゃん探しなり。やあやあ店長、突然なんだけどさ、人を探しているのだよ。妙な魔導書を配り歩いてる謎の男なんだけど、知ってたりしない？悪いけど知らないね。それより、ななかちゃんの好きそうなものいろいろ入荷してるよ。なんと、これはアニメ化が決定した作品とのコラボ魔術道具ではあるまいか。ん？ああ、アニメって知らない？最近発明された超神技術。何枚もの絵をパラパラパラってやって動いてるように見せる技術なんだけどさ、それを魔法で映し出すの。わかる？二次元が動き出すんだよ。私たちオタクにとってはもう天国を見てる気分になるわけよ。目の前に動いてるキャラたちがいるんだもん。こっちはわずか3日間しか発売されなかったという幻の激レア魔術カード、しかも絵師のサイン付き。くはー、たまりませんな。いやー、にしてもななかちゃんが彼氏を連れてくるとはね。ちょっと何言ってるかわからないですね。隣のお兄ちゃん彼氏じゃないのかい？いやいやいや、ない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 。私みたいなもっさいオタクが彼女とか、彼に失礼。ブレッ、かわいい。何を言ってるのか分かってるのかね、君は。その言葉はななかちゃんにとって滅びの呪文。ピッ、おい、慣れなすぎて体が拒絶反応を。何を言ってるのか分かってるのかね、君は。その言葉はななかちゃんにとって滅びの呪文。これ以上ここにいるのは危険と判断。ななか離脱します。さらだばー。おいななかちゃん。まったく、彼氏とかなんでそんな発想になるかな。そりゃ最近二人で行動することは多いし、でもそれは彼が相棒だからだし、客観的に見たらデートとかに見えちゃうのかな。で、定期巡回とかも、あれ、私ってもしかして今すごくリア充？いやいや、思い出せ、己が何者かを。私は魔法少女であり重度のオタク、漫画大好き、美少女大好き。そうだ、リア充など、私はリア充ではというか、リア充爆発しろ。自分を今一度見つめ直し、そしていかにしてリア充を滅するかを考えている。ってひょー！
やね。別にむずがゆくなって逃げたとかじゃないよ。本当だよ、ななかちゃんは今日も絶好調。そんなことよりも、謎の男のことについてなんだけどさ、表の商人が知らないっていうなら裏の人間に聞いてみるっていうのはどうだろう。私が所属するギルドの関係で闇市の人間とは知り合いなんだ。裏の魔法具商人なら何か知っているかもだ。この辺で待ってればそのうち。あ、来た来た、あの男だ。おやおや、コレクターさん、今日は何をお探しで？やっほやっほ、今日はね、ちょっち聞きたいことがあるのだよ。私は情報屋ではないんですがね。ま、かといってあなたのギルドを敵に回すのはいささか厄介だ。今回だけですよ。今回だけ、今回だけ、助かる。それでね。なるほど、結論から言えば私はその男を知っています。うわー、来た、これ詳細、詳細希望の。その男は大陸を旅しながらあらゆる魔導書や魔法具を集め、それを自分が見定めた相手にタダで渡しているそうですよ。ほへー、なんでそんなことしてるわけ？さあ、理由までは。ただ私も何度か取引をしたことはあります。我々商人の間ではその男を闇のコレクターと呼んでいます。私からすればレアな魔導書を人にタダであげるなんてとんでもないことだよ。ねえ、どうすればその妙な男に会えるかな？それは、実は私が取引したのは男の弟子たちとでしてね、直接本人に会ったことはないので居場所まではわからないのです。おりゃ、そうなの？そりゃ残念だな、やっと会えると思ったのに。噂では男はあるものを探しているそうです。そのために仲間を集めているとかなんとか。私が知っているのはこれくらいです。面倒事は勘弁なのでこれで失礼しますよ。はいよ、ありがとね。一つ顔見知りとして忠告を。その男は相当腕の立つ魔法使いだそうです。おそらくあなたよりもはるかにね。好奇心は時として悲劇をもたらす。お気をつけて。これまた熱い展開になってきたね。その忠告がより私の魔法少女魂に火をつける。君主危うきに近寄らずじゃ主人公にはなれないからね。予想だけど、私的には男が探してるあるものって伝説の魔導書だと思うんだよね。まずは男にたどり着くためにそいつの弟子を探そうぞ。くはー、面白くなってきた。待ってろ、謎の男、絶対に伝説の魔導書は渡さないんだから。出落ちオツ！ああ、なんかこれ最初の草むらでレベル100にしてる気分。手応えゼロ。なんて縛りプレイ？ねえ、それよりもさ、私最近面白い呪文を覚えたんだよね。かけてもいいよね？答えは聞いてない。
どう？どう？お？あ？あ？でしょ？よっしゃ！成功！この呪文にかかったものは急に甘いものが食べたくなるのだ。私はこの呪文をそう！デザートと名付けたよ。もちのろん、戦ってる最中に相手が急に甘いものを食べたくなるわけじゃん。甘いもん食べて。そう思ってるうちに攻撃すればいい。私ってやっぱり天才。誰かは。でしょでしょ、こういう魔法にこそロマンを感じる。敵にかければ甘いものが食べたくなって隙も生まれるしね。やっぱり私って天才。誰かは。誰かこっちに走ってくるぞい。おーい、どうかしたでござるか。あんたたち、助けてくれ。おーい、とりあえず落ち着いて落ち着いて。何があったか詳細プリーズ。俺たちは魔法具を専門に扱っている商売をしているんだが、王都に向かう途中で大事な商品を馬車ごと取られちまったんだ。なんでさ、それは一大事じゃないか。そうなんだよ、中にはかなり貴重な魔導書とかもあるっていうのに。貴重な魔導書？そうま？あいけねー、ついついテンション上がっちゃった。気にしないでね、ペーペロ。変わった言葉を使うお嬢ちゃんだな。変わったと。いや、あいつら見たことのない魔法を使っていやがったな。ああ、ありゃ多分闇のコレクターの息のかかったやつらだろう。おじさん、闇のコレクターについて知ってるの？いや、詳しくは知らねえ。噂でしか聞いたことないレベルだけどよ、見たことない魔法だったし、そうとしか考えられねえ。男の弟子たちが貴重な魔導書。おじさん、馬車が向かった方角は？確かこの先の洞窟の方へ向かったはずだが、もしかして取り返してくれるのかい？もち、任せなさい。魔法を悪用するなんて許せないしね。それに闇のコレクター関連ならなおさら、この魔法少女ななかちゃんにお任せだよ。商人のおじさんたちが言うには、この洞窟だけど。おい、この魔導書だ、見てみろよ。いたいた、のんきに魔導書見ちゃって。これからきついお仕置きが君たちを待ってるよ。よっしゃ、それじゃあ早速。ででんででんででん、世を乱す悪を倒す、人々の夢と笑顔を守るため、グーカオ最強魔法少女ナナカちゃん、ここに剣山、電脳の閃光で敵を撃つ。なんだこいつら。ふはははは、君たちを倒す正義の魔法少女なり。ついに見つけたよ、闇のコレクターの手下ども。なぜ俺たちあの方のことを。上智派手に暴れすぎたようだね。さあ、白状してもらおうか。君たちの目的は何なの？理想郷だ。理想郷？
俺たちはいつか理想郷にたどり着く。そのためには力が必要なんだ。圧倒的な力がな。どこから俺たちのことを知ったかはわからないが、ここから生きて帰れると思うなよ。うわぁ、さっきビンビン絵に描いたような超絶悪役のセリフ来た。消えろ。うちょ、いきなり攻撃。しかもこの魔法、やっぱり闇のコレクターの君、サポートよろしく。こっちも行くよ。そいやー。なんだか甘いものが食べたい。ぐっ、しまった、間違えてデザートかけちゃった。バカにしやがって。いやー、デザート全然ダメじゃん。あ、っていうか一人ならまだしも二人相手とか割と無理ゲー。だがだが、魔法少女はピンチもチャンスに変えるのだ。とりゃー、ちっ、小賢しい。おい、お前はそのぼーっとしてる男をやれ。おい、へっ、突っ立ってるだけとは随分と余裕だな。くらえ。あ、はあ、簡単に吹っ飛びやがった。こいつ大したことねえぞ。しゃあ、あとはこの女を。よくも、よくも。その魔法は、すげえ魔力だ。くそ、こうなったら男の方だけでも。これに触るな。ぐいやー、本当に助かったよ。ありがとな、お嬢ちゃんたち。いやー、魔法少女として当然なるよ。あいつらも牢屋で反省するといいんだけどね。騎士団への引き渡しまでやってもらってありがとうな。しばらくは俺たちもランドソルにいるからよ。何か魔法具が必要になったら言ってくれ。サービスするから。おお、そりゃ嬉しいね。何かあったら寄らせてもらうよ。そんじゃ俺たちはこれで。本当にありがとな。ごめんね、私魔法少女としてみんなを守りたいと思ってるのに。それなのに一番近くにいて大切だと思ってる君を守れなかった。正直すごく悔しい。え、そりゃ好きな、で、いや、そういう意味じゃなくて、なんていうかその、言ってしまえば君はヒロイン枠っていうか。あー、ヒロインじゃダメか。あの、そう、相棒、相棒でござるよ。傷つけたくない存在っていうかさ。そんなにこっちみんなコミュ障発揮しちゃうよ。この前の事件以降、テンションが上がらないでござる。ん？おお、これは限定品ではないか。まあいいや、今度で。
ちゃん、ちょうどいいところに。あれ、おじさんたち、この間の商人さん、おつおつ、どうしたの？大変なんだ。この前君が捕まえてくれた魔法使いたちが脱獄しちまって。しかもあろうことかまた俺たちを襲って魔導書を奪っていったんだよ。え、あの二人が？これはおじさんたちには悪いけど、彼の仇を取るチャンス。魔導書は取り返してくるから、おじさんたちはここで待ってて。なあ、おい、お嬢ちゃん。強い魔力の痕跡を追ったらここにたどり着いたけど、はあ、こんな時まで彼のことを考えちゃうなんて。でもまた傷つけちゃったら嫌だし、置いてきて正解だよね。たく、散々な目にあったぜ。まあでも遠回りにはなったが、目的のものも手に入ったし、よかったことにしようや。いた、よし。邪魔の入らないここなら魔導書の力を思い切り試せるな。ああ、始めるぞ。そうはさせるかっての。本が、ふふん、魔導書奪還成功なり。お前また邪魔を。お前のせいでこっちは牢屋生活だったんだからな。へへー、君たちにはそれがお似合いだよ。またすぐ牢屋に戻してやるんだから。首を突っ込んできたこと後悔させてやる。覚悟しやがれ魔法少女。いいねいいね、悪役感半端ない。だが今の私にはこの魔導書がある。おじさんたち、使わせてもらうよ。超絶レア魔法、こいつで成敗してくれようぞ。はぁ、失敗かな。もう一丁。はぁ、なんで使えないの？理解不能、理解不能。残念だったな。その魔法はな、二人で詠唱しないと発動しないんだよ。唱える二人に信頼関係が必要な特殊な呪文、それがこの魔導書が貴重品として扱われるゆえんなのさ。なんだと。だか言ってみるけど、別に魔法少女ナナカちゃんとしてはこの魔導書がなくても愚化は最強だし、もう満体。口が減らねえ女だ。うらっ、やっぱり強力だね君たちの魔法。でもオイラ負けないよ。私のターン。まだまだ。ちょ、やっぱ現実は単性バトルのようにはいかないか。このくらい防いでみせる。二人いっぺんはやっぱりきつい。なんだなんだ、前回より歯応えがねえな。お前の力はそんなもんかよ。おら、吹っ飛べ。なんで、この前は五カ国くらいだったのに。お、そうか、君の力があった。ゴッペフォ、なんか来た。
君はサポートをよろしく。私が前衛に立つから。君サポートよろしく。こっちも行くよ。そいやそっか、ひったくりの時も魔物の時もこの前も彼がいたから私は戦えてたんだ。彼にずっと支え続けてもらって、それを忘れて一人で突っ走って、何が魔法少女だ。これで終わりだ。あばよ魔法少女。はあ、魔法少女ナナカ、これで打ち切りかな。最後にもう一度彼に。に？この声、どうして君がここに？そっか、商人のおじさんたち、君にも事情を話してたんだね。でも、なんでこの場所が？嘘、なんで？どうして君がここに？そっか、商人のおじさんたち、君にも事情を話してたんだね。でも、なんでこの場所が？そんなことって。最高！この王道展開！ピンチに陥った魔法少女のもとに仲間が駆けつける！こんなに燃える展開が私に訪れるとは！クハー！高ぶってきた！チッ、邪魔者が増えやがった。問題ねえ、あの男は大したことなかったんだ。二人で集中狙いすりゃ簡単に。それはどうかな。見してあげるよ、私たち二人の力。ねえ、この魔導書の呪文、私と一緒に唱えてほしいんだ。はっ、何を言い出すかと思えば、お前らにその呪文が使えるとは。私が二人分の魔力を使う。だから君は私を信じて呪文を唱えて。私も君を信じてるから。行くよ、私が、いや私たちが魔法少女だ。俺たちも魔法で防ぐぞ。いっけー、ソルディアーナ。うおー、なにこれ、強い、絶対強い。ダメだ、防ぎきらんな。キャー、あの方ぞ、黄昏の都に。黄昏の都？なんでその名前を。申し訳。うわぁ、ちょっと。まあ、これはそういうことだよね。謎の男が探してるのは黄昏の都。それならなんで魔導書を配り歩いたりなんか。うわー、謎は深まるばかりだ。まあ弟子たちはこうして倒したわけだし、牢屋に入れた後にでもいろいろ聞き出そうじゃないか。
それよりも、ありがとうね。あの魔法、信頼関係がないと発動しないんだって。君は、私のことを信じてくれた。私のせいで怪我をしたのに。え？うん、相棒としてだよね、きっと。うん、そうだ。色は認めない。でも、そんな面と向かって言われると、恥ずかしいでござるよ。うわ、なんか熱い。なんで？あ、そっか、火山。火山だから顔が熱いんだ。そうだ、そうに違いない。久々の定期巡回ですな。最近バタバタしてて行けてなかったし、もうフラストレーション溜まりまくりでござるよ。さあいざ行かん。本日の戦場へ。ってあれら、君光ってるよ。うわあ、なんかこの光見たことあるわ。ついにこの日が来た。新馬派の期間限定コラボカフェ。もうテンション爆上げ全開モードなりよ。さあ友よ、準備はいいか。行くぞ、我らが理想郷へ。こんにちは、デートですか。ショップのご案内なんですけども。押されてい、なんでござるか。金目のものはないですぞ。今シーズン一押しのコーデとメイクの無料体験中なんです。よろしければどうですか。いや、私は魔女としての人生を貫くと決めてるので。私たちのコーデとメイク術で新しい自分に変身してみませんか。変身？メタモルフォーゼ？メタ？魔法少女といえば変身。セリーちゃんもメタモルフォーゼを経てパワーアップしてたもんね。うん、私やります。見ててください、私の変身。はーい、それではこちらのブースにどうぞ。お着替えできましたか？じゃあカーテン開けちゃいますね。どうかな。そうかな。恥ずかしいからそんなに見ないでほしいでござるよ。初めて着たよ、こういう服。恥ずかしいからそんなに見ないでほしいでござるよ。彼氏さん見とれちゃってますね。彼氏？ふぇー！いや、あの、その、洋服を。それでは彼氏さん、こちらでお会計お願いします。はい、お疲れ様。おしゃれしたナナカ、まるで別人みたいに恥ずかしがってたわね。せっかく可愛いんだからもっと自信を持てばいいのにね。ま、それが難しいから魔法少女に変身してるのかもね。本人が幸せならそれが一番だけど、どんなナナカもちゃんと受け入れてあげるのよ。
じゃ、今日はこの辺にしとくわ。またね。ありゃ、私寝ちゃってた。え、君も白昼堂々居眠りとは、疲れが溜まってたんだね。なんか前も似たようなことあったよね。同じ夢見て、もうなんだかロマンあるシチュエーションですな。夢の中ではなぜか超おしゃれな服を着ていたのは覚えてるんだけど、まあ私にはそんな格好は似合わないっていうお告げかな。え、どこ行くなり。え、今日は服を買いに行こう。え、いやだから私にはそういうのは。仕方ないな。相棒のヨシミで付き合ってあげるよ。魔法少女ナナカ、新たな姿に変身しようではないか。あれでもない、これでもない。ねえねえおじさん、なんか品揃えが前とあんまり変わってないよね。最近魔道具を扱ってる対象が狙われる事件が多くてね、入荷が滞ってるんだよ。なんですと、それは困るね。まったく誰の仕業なんだか。ここだけの話、闇のコレクター絡みって話だ。あんた、あいつだとことを構えたことあるんだろう。気をつけた方がいいよ。へえ、わかった、気をつけるよ。忠告ありがとね。と言っても今のとこ何の手がかりもないから、あんまり気をつけようもないって感じなんだけど。ん？あれって、私、急用があるんだった。おじさん、またね。ああ、また買いに来てくれよ。くそ、どこ行きやがったんだ。まったく、なんでわざわざ俺がこんな目に。それは私のセリフなんだよ。こんなストーカーにつきまとわれちゃうなんて、私ってば不幸だよね。コレクター、いつの間に。やっぱり私のこと監視してたんだ。もしかして闇のコレクターの仲間かな。ああそうだ、確かに俺はあの方の使いだ。じゃあやっぱり今までのお礼参りってやつかな。いいよ、ここなら周りの人の迷惑にもならないし、ちゃちゃっと返り討ちにしちゃうぞ。待て、違う、そうじゃない。今日はあんたに伝言があって来ただけなんだ。はい、伝言。選ばれたんだよ、あんたは。まったく羨ましいぜ。このメモに日時と場所が書いてあるから、そこへ行きな。そしたら渡されるはずだぜ、あれを。あれ？てなことがあったんだよね。まあ私一人で行ってもいいんだけど、前みたいに君に心配かけちゃ悪いからさ。ほら、私たちって二人で一人の魔法少女だからね。だから相談に乗ってもらうぜ。もちろん無視しちゃってもいいんだけど、気にならない？なんか渡したいんだったら持ってくればいいのに、わざわざ呼び出すって罠っていうか、逆に本気っぽいっていうかさ。
それでここはあえて誘いに乗ってみようかなって思うんだけど、君はどう思うかな。あ、て、なんだかこれ私がデートに誘ってるみたいな感じになってる気がす。え、違う違う、そうじゃない。今はそんなことよりも、だよねだよね、やっぱり気になるよね。ね、もちろん一緒に来てくれるってことでいいんだよね。何せ私たちは、いや君ならそう言ってくれると思ってたよ。もちろん一緒に来てくれるってことでいいんだよね。何せ私たちは、さすが、わかってる。よし、それじゃあ早速レッツラゴー。これはそう、冒険、デートじゃなくて冒険だから。おお、悪役が待ち伏せするのにぴったりのロケーション。なんかいかにもって感じの場所だよ。でもいるのはあの二人だけっぽいね。罠じゃなくて本当にあれってのを渡したいだけなのかな。よし、覚悟を決めていっちゃおうか。頼もう。来たかコレクター。なんだそいつは。ふっふー、私たちは二人で一人の魔法少女だからいいのだ。っていうかそっちだって二人じゃんか。別に構わんだろ、これから戦おうってわけじゃない。むしろ友好のために呼び出したわけだからな。まあそうだな。早速だがコレクター、あのお方からお前への贈り物だ。ああ、こないだ話してたあれってやつ。なんかやばいもんじゃないよね。やばいかやばくないかで言えば特別にやばいもんだぜ、この闇の魔導書はな。何しろあのお方が認めたものにしか渡さない貴重な物だ。これを送るってことは意味はわかるよな。私のことを仲間に引き入れたいってことか。いやー、モテモテで困っちゃいますな。まあそういうこった。あの方直々のご指名だぜ。当然仲間になるよな。ちょっと待った、そう言われてもホイホイと簡単には決めらんないよ。その闇の魔導書ってのが何なのかそもそもよくわかんないし。なんだ、ずいぶんと慎重だな。まあいい、説明してやんな。この闇の魔導書は持ち主が望む魔法をたとえどんなものであっても一つだけ与えてくれるのさ。ふわっ、何それ、マジそれすごいヤバいじゃん。だから言っただろ、特別にヤバいってな。でも余計にわかんないんだよね。そういうのって普通は隠しとくもんじゃない。まあそれには理由があるのさ。まず一つ目の理由は、闇の魔導書が与えてくれる魔法ってのはどうやっても一人につき一つまでなんだよ。ああ、そういうことね。つまり仲間内では全員もらっちゃってるから宝の持ち腐れなのか。でもさ、ついこないだまで敵対してた相手に渡す理由にはなってないよ。ああ、そして二つ目の理由は、闇の魔導書が与えた魔法は闇の魔導書に記録され、読んだ他の人間にも使えるようになる。なるほど、私に与えられる魔法が目当てってことか。でもさ、そこまでする理由があるようにはやっぱ思えないんだよね。
普通に魔法の書いてある本を集めればいいだけじゃないの？どうやら闇の魔導書の真の恐ろしさが分からんようだな。望む魔法が与えられるんだぜ。それが今まで他に存在しない魔法であってもだ。存在しない魔法？それはなんとも興味深いね。もしその説明が本当ならさ、まるでその闇の魔導書が魔法そのものを想像してるみたいだけど。なかなか鋭いじゃないか。あのお方も全く同じことをおっしゃってたぜ。まあ確かにやばいよこれ。手当たり次第に人に読ませまくったらいつかすっごい魔法ができちゃうってことじゃない？まあところがそうもいかないんだよ。三つ目の理由は、闇の魔導書が与える魔法は持ち主のレベルに応じた魔法になっちまうのさ。だからそこらの連中に持たせても既存の大したことない魔法しか与えられない。つまりこの最強魔法少女ななかちゃんにすっごい魔法を想像させてそれをかすめ取っちゃおうってこと？お主らもなかなかの悪よな。と言っても別に与えられた魔法を奪って使えなくするわけじゃない。ちょっと同じ魔法をコピーして使えるようにするだけ。ウィンウィンの関係ってやつだろ。まあ確かにそうだけどさ、そういえばそこの二人も闇の魔導書から魔法をもらったわけ？お？お、おー、まあな。俺たちだって当然あの方に認められてるからな。どんな魔法？いや、それは…いいじゃん、教えてよ。ああ、それを聞かないと怖くて受け取れないな。しょうがねえな。俺は、その…ナイフがブルーベリア人なの。はい？だから手に持ってるナイフがブルーベリーの味になる魔法。そっちは？俺のはすごいぜ。なんとどんな女も三つ編みメガネっ子に見えてくる魔法だ。ん？だからどんな女も三つ編みメガネっ子に見えてくる魔法だ。相手がたとえオークだろうがゴブリンだろうがだ、すごいだろう。ねえ、闇の魔導書って本当にヤバい魔道具なの？なんだかすごく大したことないように感じるんだけど。しょうがないだろう。俺だって本当は無限に金が出てくるとか女にモテまくるとかそういう魔法が欲しかったよ。でも俺のレベルだとこれが限界だったんだよ。そっか、レベルが低すぎるとそうなっちゃうのか。かわいそうだろ。まあ俺の魔法はすごいけどな。何しろどんな女も三つ編みメガネっ子に見えるんだぜ。最高だろ。そっか、趣味が高度すぎるとこうなっちゃうのか。この最強魔法少女を頼りたくなる気持ち分かっちゃったな。分かってくれたか。お前みたいなやつが仲間になってくれると心強いぜ。ほら、闇の魔導書だ。なんか普通の魔導書って感じだね。これでお前も俺たちの仲間ってわけだ。これからよろしく頼むぜ。だが断る。このななかちゃんが最も好きなことの一つは、自分で有利と思ってる悪人にノーと断ってやることだよ。いいのか？お前の望む魔法何でもなんだぞ。お前ほどの力があればすごい魔法が。ねえ、正義の魔法少女ななかちゃんはそんな誘惑には負けないのだ。くっ、己真なる魔道の高みへと至る道を踏み外すとは愚か。
何かっこよく言ってんの？変な魔法のくせに。な！貴様！とにかく君たちの仲間になんかならないようだ。あっきゃめおっと、よく考えた方がいいぜ。そこの男はあんまり戦闘には役に立たなさそうだ。いかに凄腕とはいえ、魔法使い同士が2対1で勝てると思うのか？それくらいなら、ななかちゃんなら余裕なんだな、これが。ならそこの男を人質にでも使うか。足手まといを連れてきた自分の愚かさを呪うがいい。なんだと？って言いたいところだけど、残念。こういう事態は当然想定済みなのさ。今だよ。みんな来てきたぜ。今ここに最強のななかちゃん降臨。なんだ、魔力が膨れ上がっていくぞ。そこの男の仕業だ。にゃは言ったでしょ、二人で一人の魔法少女なんだから当然ね。くそ、戦闘中にイチャつきおってふざけているのか。ちょ、イチャって誰と誰がイチャついてるって言うんだよ。もうそんな悪党にはこうだ。誰と誰って、お前らだよ。別にイチャついてなんかないし、ほんとどっちがふざけてるんだって話だよねえ。そんなこと言われちゃったら、これが本当にデッドみたいに思えちゃうじゃん。とにかくこの正義の魔法少女のすごい魔法を悪用させるわけにはいかん。成敗完了ない。やはりめちゃくちゃ強い。ここは引くぞ。惜しいが仕方あるまい。これほどのレベルなら俺の魔法の次くらいにすごい魔法を与えられただろうに。なあははは、正義は勝つって、あれ、これ闇の魔導書？あいつらと一緒に吹っ飛ばしたはずなのに、なんで私の懐に入ってんの？もしかしてこれ、捨てても戻ってくる呪い系のアイテムなの？この前はありがとうね。今日はそのお礼ってことで、私のおごりだから、じゃんじゃん食べてって。ああ、闇の魔導書のこと？うん、捨てられない以外は特に問題ないみたい。呪われたアイテムってわけでもないみたいだから、心配しなくても大丈夫だよ。調べた感じだと、目的を果たすと手放せる系のセキュリティの一種っぽいんだよね。多分これも闇の魔導書で生み出された魔法じゃないかな。あの時嘘でも受け取っちゃったのがまずかったかも。多分それがこの効果のトリガーになってるんだと思うんだ。で、解決策はとっとと魔法をもらっちゃうことっぽいんだよね。それで、まあせっかくだから前向きに何の魔法をゲットするかっていう相談に乗ってもらおうと思ったわけよ。いざ欲しい魔法ってなると悩んじゃってね。ななかちゃんほどの最強魔法少女ともなると、候補がいっぱいありすぎて困っちゃうのだよ。そうこなくっちゃ助かるぜ。それで早速だけど、
もらうならどんな魔法がいいかな。やっぱり見栄えが派手なのがいいよね。定番のベルルちゃん系のキャワワなエフェクト出るやつとか、あとアンナタソみたいな耽美な世界観もいいね。なんか竜とバラが待ってたりするの。いっそのこと私自身が変身しちゃう魔法、魔法少女になっちゃうとか。ってそこはもうすでに魔法少女じゃないかって突っ込んでよ。コスチュームチェンジもいいかもだけど、今のコスチュームも結構気に入っちゃってるんだよね。でうわっ、いや、なんでもないですさ。なんだかめっちゃ顔が近くて驚いちゃったよ。話に熱中しすぎて気がつかなかった。せっかく一緒に考えてくれてるのに失礼だよね。うん、君のこんなに真剣な顔近くで見るのって初めてかも。そもそも気がついたら二人きりで食事に来てるこの状況ってまるでデートみたいって、違う違うぞ、ナナカ、これはお礼、お礼だからセーフ。真なるオタク道とは常に異性と距離を置いておくもの。オタクに恋なんてもってのほかですぞ。ああ、いやいや、なんでもない、なんでもない。それよりも料理が冷めちゃうから早く食べちゃおう。ねえ、なかなか決まらないでしょ。ほんと悩むんだよね。いや、ほんとほんと。んでだ、大丈夫ですぞ。ここのお店は料理も美味しいので楽しみだなーって。ねえ、なかなか決まらないでしょ。ほんと悩むんだよね。いや、ほんとほんと。やっぱり君にはかなわないな。本当はもらうべき魔法ってのはもう分かってるんだよね。知っての通り、ななかちゃんってば年季の入ったゲーマーじゃん。だから攻略っていうか効率重視の考えもできちゃうからさ、分かっちゃうんだよね。ズバリ効率から言って、ななかちゃんがもらうべき魔法は黄昏の都に行く魔法。行くっていうか場所が分かるだけでもめっけもんだけどね。ありかなしかで言ったらありなりよ。一般的な魔法って汎用性のあるものが広まってるからほとんど見かけないタイプの魔法だけどね。一発芸みたいな他に使い道がない魔法の方が効果の質は高くなるんだよね。一点突破型ビルドのロマンっていうかさ、例えば最強の魔法って言ってもどうせもらえる本人のレベル次第ってところだろうし、魔法って便利なようでかゆいところに手が届かないものがほとんどだから、その魔法だけあればずっと最強っていうチートみたいな魔法なんてないんだよね。だからこそこういう一点特化したものをもらうのが最適なのさ。多分闇のコレクターもそう考えてたはず。でも残念ながら望む魔法は得られなかった。だから私を利用しようと考えたんじゃないかな。相手の思惑に乗ってやるのが尺だなーってのもあるけど、あえて言うならもったいないからかな。黄昏の都に行く魔法をもらうことがじゃないよ、黄昏の都に着いちゃうことが。意味わかんないって顔してるね。そもそもトワイライトキャラバンって黄昏の都を探すのが目的のギルドでしょ。君にもたくさん手伝ってもらったよね。これまでの冒険もすっごく楽しかったしさ、これからもずっと続くって思ってたんだけど、黄昏の都が見つかっちゃうとこれまでの冒険もゴールしちゃって終わりになっちゃうって。
なんだかんだでこうやって探してるのが一番楽しいんだよね。君も一緒にいてくれるし、ゴールしちゃったらこうやって君と一緒におしゃべりする時間もなくなっちゃうんじゃないかって。で、私何言ってんだろうね。別に変な意味じゃなくてね、仲間として楽しいって意味ね。あと何よりやっぱ達成感みたいなのがないじゃん。こう一発ワープでポンとクリアって、クリア後の2周目ダンジョンじゃないんだからさ。こっちとらゴリゴリのやり込み勢だっての。手応えがない冒険に意味はないんじゃーい。あと一番問題なのは、こんなにあっさり見つかったらトワイライトキャラバン解散だよっていう、なんてことを考えてたらさ、黄昏の都に行く魔法って私が本当に欲しい魔法じゃないんじゃないかなって。まあそもそもこの闇の魔導書がそんな魔法を与えてくれるのかっていう問題もあるんだけど。ごめんね、あんなことに付き合わせちゃった上にうじうじ考え込んじゃってさ。ありがとう。まあ何の魔法にするか決まったら君にも報告するからさ、楽しみに待っててよ。なんかいい雰囲気になっちゃってるよ。いいんだけど、別にいいんだけど、仲間だから。うん、そうする。いろいろ聞いてもらって私の中でもちょっと考えの整理ができたよ。ありがとうね。なんかいい雰囲気になっちゃってるよ。いいんだけど、別にいいんだけど、仲間だから。よーし、ってことで悩みは置いといて、ブレイクの続きじゃーい。店員さん、料理じゃんじゃん持ってきて。二人で一人の魔法少女の未来に乾杯。な感じでね、そっちはなんか知らないかなーって。闇のコレクターか。また最近なんか動いてはいるみたいだけどね。最近ってここ数日って感じだね。珍しい魔導書が発見された店で、見たこともない魔法を使うやつらが暴れてたって話があったわ。見たこともない魔法か。それって多分闇の魔導書から与えられた魔法だよね。闇の魔導書はこっちにあるのにか。一度与えられた魔法は闇の魔導書が手元になくても使えるって考えた方が良さそうだね。それにしても闇の魔導書ね。にわかには信じらんないけど、それなら説明つくものね。ねえ、ちょっとだけ貸してくんない？それはダメ。っていうかまだ私からは手放せない状態だよ。どっかに隠しておこうとしてもいつの間にか懐に入ってるし、それに相手の反応を見るに使うにしても1回だけってのは本当っぽいし、どうせならレベル上げてから試した方がいいかもね。確かに。じゃあもうちょっと魔法の腕上げてから頼むわね。待ってるね。はあ、まったく余裕あるわね。これだから男連れたリア充様は。なんですと？言うにこと書いて魔法オタクの中のオタク、ナナカちゃんに何ということ。いや、後ろにいるじゃん、彼氏。彼氏？え？うわー、いい、いつの間に心臓飛び出しちゃうかと思ったじゃん。はいはい、ごちそうさま。まあ彼氏連れの子ってよく言うのよね。今
今が幸せだからもうこれ以上何もいらないとかね。それってもう彼氏以上ってこと？やるわね。ちょい、なに、はいはい、ごちそうさま。まあ、彼氏連れの子ってよく言うのよね。今が幸せだからもうこれ以上何もいらないとかね。ちょ、いや、あ、違う。お邪魔するのもなんだし、私はそろそろ行くね。ああ、私も魔法より彼氏探すか。いや、あの、なんか、すっごい勘違いされちゃったね。そんな、困るよね。なんでって、てか、いやいや、そういう冗談。へぇー、まぶしい。君、なんか光ってって、これ、なんか前もあった気がする。そうかな、別に、呪いのせいとかじゃなくて、なんか前もあった気がする。お、救世主来た。こっちこっち、こっちですぞ。いやー、ほんと助かるよ。来てくれてありがとう。あ、どうかしたの？ああ、この行列ってご存知ないのですか？今はここのお店、新別の期間限定コラボカフェをやってるなりよ。まあ正確には新別のバハムーティアの中の魔法少女イベントのコラボなんだけどね。はい、よっき、よすぎる。リリエリちゃんの魔法少女バージョン。当初は世界観とのすり合わせに苦言を呈す向きもあったものの、普段と違うキャラとの絡みで深みを与えてくれたんだよね。そこから逆に導き出されるこれまでの関係性がまたね、出てひたすらに出てよ。おっと、積もる話はまだまだあるけど、入店の順番だね。いざ突撃。注文は全部私がしちゃってもいい？バッチリ予習してノベルティコンプできる組み合わせ考えてきたんだ。あ、もちろんお代は私が出すから心配しないで。付き合ってくれたお礼代わりにね。ここのコラボメニューは味もバッチリらしいから、私も楽しみなんだよ。ただ一つだけお願いがあって。はい、ご注文のマジカルラブリーシャイニングクロスパフェお持ちしました。それでは合言葉をどうぞ。さっきので覚えたよね。いくよ、せーの。テンシル、マシル、人が知る。二人のこの手が真っ赤に燃える。交わる定めを剣に乗せ、因果の紐を絡めてつなぐ。うなれ、必殺マジカルラブリーシャイニングクロス。はい、バッチリです。とてもいいシャイニングクロスいただきました。イエーイ、バッチリ決まったね。これだけ息の合ったカップルさんはそうそういませんよ。やっぱり愛の力って偉大なんですかね。で、あ、おい、やっちゃはないんだけど、なんかいつの間にか店中の視線がこっちに。これはなんというかピンチだよ。こちら合言葉チャレンジのノベルティとなります。それではごゆっくりお楽しみくださいね。あ、はい、どうも。
おかげで無事ゲットできたよ。いやー、これはなかなか入手難度高かったね。手に入れられたのは君のおかげだよ。ヒソノ、大切にするね。ってなんだかデートの記念みたいなことになっちゃってるよこれ。他にもカップルが多いから目立ってなくてよかったけど、カップル限定企画なんてやるくらいだし、世間には私が思ってる以上にオタカップルっているもんだな。カップル、カップルか、私と彼で。そうだ、食べよう。せっかくパフェも来たんだし、一人じゃ食べきれないから一緒に。てぇ、さらにカップルみたいなこと言っちゃってるよ私。でも彼もまんざらでもなさそうな顔してる気もするんだよね。はい、あーんってしてもらおうかな、なんちゃって。ほほほほほ、いやいやいや、冗談冗談だから早く食べちゃおうね。はい、お疲れ様。ナナカの彼氏役ちゃんとできてたじゃない、褒めてあげるわ。にしてもナナカもナナカよね。本当は自分の気持ちに気づいてるのに気づかないふりしちゃってさ、これじゃあどっちが鈍感主人公かわかんないわよね。って冗談はさておき、アニメでもゲームでも自分の好きなことには全力で向き合いたい、ほんと真面目な子よね。でも今回のことで自分の本当の気持ちにも向き合うようになるんじゃないかしら。その時はあんたもちゃんとナナカに向き合ってあげるのよ。じゃあ今回はここまで、またね。メガメガって、ここあっちゃー、いつの間にか寝ちゃってたかって、こっちも寝ちゃってたか。幸せそうな寝顔しちゃって。それにしてもなんか変な夢だったな。息の合ったカップルさんって言われちゃったけど、オタクが恋なんて両立しちゃってもいいのかな。順調に尾行できてるよ。へへへ、ここまでは作戦通り。あのね、闇の魔導書を売りに出そうと思うんだ。で、もちろん振りだけだよ振り。ちょっと状況が変わっちゃってさ、この前セキュリティ魔法みたいなので闇の魔導書は手放せないって言ったよね。相手が今まで手を出してこなかったのはこの魔法があったからだと思うんだけど、その魔法溶けちゃってるんだ。私の望む魔法が闇の魔導書に伝わっちゃったからだよ。持ち主が魔法を使えるようになるまでは大丈夫なのかなって思ったんだけど、闇の魔導書に呪文が現れた時点で目的は達成されて、セキュリティは解除されちゃったみたい。何回か実験したけど無事手放すことに成功したよ。どんな魔法かはまた後で教えるから、それより今は闇の魔導書をどうするかって話。それが分かったら相手は絶対に奪い返しに来るはず。だけどそのピンチこそが逆にチャンスなんだよね。偽の情報を流して闇のコレクター一味をおびき出すんだよ。確かめに来た相手を逆に尾行して闇のコレクターのアジトを探すって作戦なんだけど、さすがにリスクがあるから無理だと思うならって、いいの？さす
話がわかる。じゃあ早速仕込みを済ませてくるよ。準備が済み次第出発ね。いやー、まさかこうもうまくいくなんてね。見てよ、あのわざとらしい魔法なんか使いませんよって格好。闇の魔導書の情報に釣られてる時点で魔法使い確定なのにね。ああやって正体を隠してるやつは絶対怪しい。ふっふふ、これでやっと謎の男、闇のコレクターのアジトがわかる。年貢の納め時ってやつさ。はあ、どうやら相手は気づいてないようだね。いやー、ここまで来るのに本当にいろいろあったけど、野放しにしてたら絶対この闇の魔導書を狙ってくるもんね。先手を打ってとっ捕まえちゃうぞ。もしもこの七花ちゃんがあんな魔法を欲しがってたなんて世間に知られたら、うおーい、やらせはせん、やらせはせんぞ。いや別に、たまには本気出さないとなって思ってさ。あいつらの仲間もまだまだ暴れてるって情報もあったし、闇の魔導書はもう安全じゃないんだよ。あんな魔法のせいで。で、待って、今尾行してた相手は？消えたって。いや待って、あそこに何かある。めちゃくちゃ怪しいって七花ちゃんの正義の勘が言っているぜ。あそこが闇のコレクターのアジトだよ多分。いやー、とうとう見つけたよ。思えば長い因縁だった。さて問題はどうやって攻め込むかだけど、何かいい考えはあるかい、相棒。よし、ここから攻撃魔法を打ち込んじゃおっか。で、それじゃあ間違ってた時やばいってば。まあここはとりあえず中の様子を。おお、さすが。やっぱり正義の魔法少女たるもの、正々堂々が一番だね。まあここはとりあえず中の様子を。おや、どなたかしらね。怪しいものじゃないですって、おばあさん。さっきの男は今誰かこっちに来なかった？いや、ここは私の家の庭だし、住んでるのは私だけだよ。そういうあなたたちはこんなところで何をしてたんだい？私たちは正義の魔法少女だよ。悪い魔法使いを追いかけてたんだけど、本当に怪しい男とか来なかったかな？へっへっへっ、怪しい男ね。いいよ、さっきからここにいるのは私だけさ。そっか、じゃあ間違いだったのかな。ごめんね、おばあさん。いやいや、いいんじゃよ。そうだ、おばあさんも気をつけてね。私たちが追いかけてる悪い魔法使いって闇の魔導書ってのを持ってるんだけど、私気がついちゃったんだ。何にだい？闇の魔導書から魔法を与えられた魔法使いって、魔法を使おうとすると鼻の横に血管が浮き出るんだ。ほら。え？なんて嘘だよ。だが、間抜けは見つかったようだね。おばあさん、自分の鼻に血管が浮き出てないか確かめたでしょ。何のことじゃろうかの。あたしはただ鼻がかゆくて。今さらごまかしても無駄さ。この正義の魔法少女ナナカちゃんには全てまるっとお見通しなのだ。さっき私たちが追いかけていた男の正体がこのおばあさんなんだよ。それがこれまで
謎の男の正体がわからなかった理由。男だっていう先入観から本当の姿が老婆だと思い至らなかった。そして多分だけど、変身する魔法ってのがあなたが闇の魔導書から与えられた魔法なんじゃないかな。そうとも、私が闇のコレクターさ。よく見破ったのう、小娘や。今まで私の部下にも誰にも気づかれなかったというのに。それで小娘、ここに来たということは、闇の魔導書を独占するために情報を知る私を消しに来たってところかね。正義の魔法少女がそんな悪役みたいなことするわけないよ。闇の魔導書を悪用させないために捕まえに来ただけだ。ふん、口だけなら何とでも言えるさ。それにしても随分と爪が甘いんだね。私がこうして魔法を解いて正体を見せた理由もわからんとは。それってどういう。変身魔法を使ったままだとこいつを起動させる魔力が足りないからさ。いや、何、絡みついてくる。これは魔力の鎖。身動きが取れない。言ったろ、ここは文字通り私の庭さ。対魔法使い用の罠くらい仕掛けていて当然だろう。見たことない魔法だけど、これも闇の魔導書の魔法。正義の魔法少女の中ちゃん、一生の不覚。さて、形勢逆転だね。それじゃ闇の魔導書を返してもらおうか。与えられたんじゃろ、あんたの望む魔法を。絶対に教えない。随分と必死じゃないか。こりゃ期待できそうだね。まあその闇の魔導書を見ればすぐにわかることさ。さあ私によこしな、黄昏の都に至る魔法を。やっぱり狙いはその魔法だったんだね。そうさ、今までたくさんの魔法使いを使っても得られなかった魔法だが、お前なら手に入れられるはずじゃ。黄昏の都を目指すギルド、トワイライトキャラバン。その中でも卓越した魔法の才を持つ一人。お前こそが私が長年探してきた存在だったのさ。そこまで調べてたのか。こりゃ本格的に手のひらに上だったっぽいね。一つだけ聞かせてよ、何のために黄昏の都を目指すの。知れたこと。若返りと不老不死の秘宝を求めてさ。私の魔法の才能では闇の魔導書から得られたのはただ姿を変える魔法だけだった。私は絶望したよ。だが黄昏の都ならそれが叶うやもしれん。わかるじゃろ、あんたになら。わかんない、全然わかんない。ないじゃんロマンが。なんじゃと。そんな植物的な理由に負けたとあっては、愛と正義とロマンの魔法少女の名が廃るってもんだぜ。何がロマンじゃ。おとなしく渡せばおこぼれくらいには預からせてやろうと思っておったが、気が変わったわ。このままここで野垂れ死んでおけ。盛り上がってるところ悪いんだけどさ、私はそんな魔法はもらってないんだよね。嘘をつくな。黄昏の都を目指す者がこの機会を逃すはずがない。いいからよこせ。鎖の締め付けが強くなってきた。このままだとさすがの私もやばいかも。
暴れても無駄じゃ。それ早くせんとお前はともかく魔法耐性の低そうなそこの男を締め殺してしまうぞ。このままじゃ彼が危ない。こんな手を伸ばせば触れられそうなくらい近くにいるのに、私には何もできないの。そんなの嫌だ。ななかちゃんは諦めない。手を。君と一緒なら。この力は小娘の魔力が鎖を弾き飛ばしおったじゃと。よかった、無事だね。うん、体中に力がみなぎってるのがわかるよ。今度はこっちの番。見せてあげるよ、二人で一人の魔法少女の私たちの絆の力を。魔法陣じゃと。しかもあんなに巨大な。へへへ、まだまだ行くよ。魔法陣展開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 。なんじゃこの術式は。こんなもの見たこともない。闇のコレクター、これ当たるとすっごく痛いと思うからさ、全力で防御してよね。いくよ、ナナカインフィニットグリッター。なんじゃと。闇のコレクターも気を失ってるだけだね。無事確保完了っと。イエーイ、さすが私たち、二人で一人の魔法少女のお手柄だぜ。おっと、そうだった、闇の魔導書は。おっと、あら、すっかり黒焦げで魔力も感じないし、中身も読めないか。完全に燃えかすだね。君もお疲れ様。なんとか無事解決できたよ、ありがとう。おっと、そうだった、闇の魔導書は。おっと、あら、すっかり黒焦げで魔力も感じないし、中身も読めないか。完全に燃えかすだね。まあ証拠隠滅もできたし、いっか。よし、それじゃあランドソルに凱旋だ。乾杯。いやー、ほんとお疲れ。闇のコレクター事件無事解決だよ、イエーイ。今日は店のみんなにもおごっちゃるぜ。じゃんじゃん飲んでくれ。おまあ、あんたたちが無事だったのはいいけどさ、闇の魔導書を炭にしちゃったのだけはほんと残念だわ。あははごめんって、私たちもやばかったんだからね。ま、いいけど、その分今日はじゃんじゃん飲ませてもらうからね。マスター、おかわり。まあ、なくなって正解だよ。過ぎたる力は身を滅ぼすなんてね。私が望んだ魔法は、あれ、あの時の君と発動させたあの魔法だよ。にゃっはっは、すごかったでしょね。で、あ
嘘ついちゃった。だって本当のことなんか言えるわけないよ。まさか闇の魔導書が好きな相手との距離が近くなる魔法とかいうおまじないみたいなものを与えようとしてくるなんて普通信じないって。でもそれって私が本当に望んでたのが彼との距離が近くなる魔法ってことなんだよね。うわー、はずい、これはめっちゃはずい。知られなくてよかった。そんな魔法恥ずかしい上に卑怯だからもらってはないけど、けど結果として彼との距離は近くなってるんだよね。魔法少女の相棒としてもそれ以外でも。いや、今回は本当に助けられてばっかりだったなって。それでこれからもよろしくってことで。彼の顔まっすぐ見れなくなっちゃったよ。なあなあか、しっかりいたせ。最下は最強の魔法少女ナナカ参上。電脳の閃光で敵を撃つ。決まった。いやー、まさか爆発魔法を当てちゃうとは。本当にすまない。何かお詫びを渡したいけど。あ、こんな時のための不況用グッズか。君の力のおかげでひったくりを捕まえられたよ。にしても謎の男、その正体は一体。まあ、私と君のコンビならどんな敵でも猛満体でしょう。まさかただの魔物退治が謎の男につながるなんて。これなんて小説。正直今までにないくらい魔法少女してるよ私。これも君と出会ったおかげなのかね。くはー、それこそ胸圧展開じゃん。一つの出会いをきっかけに物語が動く。ほんと君と一緒にいると面白いことばっかりだよ。このまま二人で伝説の魔導書をゲットだぜ。魔法少女ナナカの物語は始まったばかりだ。君と出会ってから私の魔法少女物語が急速に盛り上がってる気がするよ。私たち二人で伝説の魔導書を絶対見つけ出そう。こんな陰キャの私が彼氏連れと思われてたとは。そんな、君が彼氏だったら俺って、なんでもないよ。そんなことより謎の男の弟子探さないとだね。
君が傷ついたのは私のせいだよね。ごめん。一番大切な人も守れないのに、何が魔法少女。あ、いや、相棒として大切ってことだから。一人で突っ走ってごめん。君を傷つけちゃったことの責任を取りたくてさ、ピンチになって自分が大事なことを見落としてたことに気がついた。私ずっと君に支えてもらってたんだよね。私がこんなに戦えるのは君の力があるからで、それが当たり前になりすぎてたんだ。私を信じてくれて本当にありがとう。君と私の力が合わされば本当の最強最強な魔法少女になれるよね。なわけで今後もよろよろ。七瀬ちゃん最強フォーム。いやー、すっかり私たちのコンビも板についてきたよね。これからも最強のコンビネーションで最下は最強ロードを邁進しようぜ。どんな困難でも君と一緒なら乗り越えられるって思ってたんだけど、そうはいかない問題もあるんだよね。例えば君と私の関係とか。って今のなし。君と一緒にいるのはすっごく楽しいんだけど、カップルと間違われるのはくすぐったいよね。って嫌じゃないよ。むしろって、あ、にゃははは、なんでもないなんでもない。いつも私のこと助けてくれてありがとうね。で、こうして面と向かって言うと照れちゃうな。最近ちょっと私らしくないところもあったかなって。うーむ、二人で一人の魔法少女の最高の相棒ってことに甘えて知らないうちに逃げちゃってたかも。我ながら情けないね。でもこれからは最強方面だけじゃなくて最高も極めていっちゃうから覚悟しててよね。だって一番見てほしい相手は君なんだから。でThank you.
二人で一人の最強魔法少女ななかちゃん、最強フォームでただいま参上。よし、ここで決めポーズ。とー、またまた決まった。ふー、力がみなぎる。これが君と私の最強奥義、二人で一人の魔法少女、最強の合体攻撃だ。最強は最強の魔法少女ななか参上。電脳の閃光で敵を撃つ。決まった。暖かいけど、ここで本を読むのはちょっと危ないかな。次はどの漫画を貸そうかな。みんなに漫画とか勧めてみようかな。不況用のがあるし。私一人の部屋じゃないから、いろいろ自重せねば。さすがに室内で魔法ぶっぱしたら怒られるよね。私一人の部屋じゃないから、いろいろ自重せねば。さすがに室内で魔法ぶっぱしたら怒られるよね。うぃー、くつろいで本を読む、最高だね。ぬるぽっ、誰も反応なしか。君、かわいいね。魔法少女の使い魔みたい。みんなに漫画とか進めてみようかな。不況用のがあるし。古代語の本、現代語で OK？ きたこれ！バシッと決めちゃうよ！くらっちゃいなよ！ビリビリにしてやんよ！くれー！くらっちゃいなよ！やっちゃうぜ！ナナカインフィニットグリッター！イエッチュ！新魔法の出番かな？くらっちゃいなよ！ビリビリにしてやんよ！やっちゃうぜ！ナナカインフィニットグリッター！イエッチュ！それ！くらっちゃいなよ！やるー！ずっと私のターン！くらっちゃいなよ！やっちゃうぜ！ナナカインフィニットグリッター！イエッチュ！ビリビリにしてやんよ！くれー！くらっちゃいなよ！やっちゃうぜ！ナナカインフィニットグリッター！イエッチュ！それ！
れが魔法少女の力でござる。クスクス。すべて壊してみせますわ。お薬ですわ。生かしておけません。ビリビリにしてやんよ。この調子。あなた様のために。それ水着もバッチリ。ナナカサマーカーニバル。なかなかですわ。それナナカインフィニットグリッター。ゲッチュ。なかなかですわ。粉々にしますわ。あなた様のために全力で。ベッドリーサマー参戦。グレイト。切れ味はどうかしら。全力です。覚悟はいいですわね。デッドリーパニッシュ。グレイト。海でもナナカちゃんにお任せ。きっとよく効くわ。倒しましょう。葬ってあげる。ブラッディローズ。さすが。ずっと私のターン。くらっちゃいなよ。高ぶってきた。ナナカインフィニットグリッター。ゲッチュ。いい感じね。きっとよく効くわ。やるー。それリュフフ。私たちの強さは世界一。いい運動になったわ。アイアイマモ。いっちょやるか。かかってきな。はっ。力を借りるぞ。コードヌル。新魔法の出番かな。くらっちゃいなよ。もらった。恐れおののけ。サマードラゴニクスブレイカー。驚いたよ。もらった。これが滅びの輝きだ。ファイナルカタストロフ。もらった。ゼイラン若津白糸。日本バレだね。ルカネすげえ。もうおしまいかい。かかってきな。援護しますぞ。ナナカインフィニットグリッター。ゲッチュ。大したもんだね。ビリビリにしてやんよ。私に続け。これが滅びの輝きだ。ファイナルカタストロフ。さすが。圧倒的じゃないか我が軍は。これがトワイライトキャラバンの力だ。余裕ですし、お寿司。かかってきな。もらった。こいつで決める。一刀両断。ルカネすげえ。もらった。ゼイラン若津白糸。日本バレだね。ルカネすげえ。ビリビリにしてやんよ。仕上げといこうか。フラッシュから援護しますぞ。ナナカインフィニットグリッター。ゲッチュ。大したもんだね。ビリビリにしてやんよ。海外無双の方。魔法少女ナナカちゃんの大勝利。気分がいいね。打ち上げといくか。
主様、お仲間のさらなる力を解放する方法が見つかったようです。希少なアイテムを集めていくことでお仲間の力を高められるようでございます。様々な冒険が待ち受けていることでしょうが、主様とならば必ず乗り越えられると信じております。それでは早速参りましょう。もう全部のアイテムを集めたわよね。ここに来るまで何度危ない目に遭ったことやら。たくさん強い敵と戦って私たち頑張りましたね。それでコロスケ、次は何をすればいいの？聞き及ぶところによると、最後の試練は大いなる力を持つ自身の影を打ち倒すことのようでございます。強大な影を倒すことにより大いなる力を我が物にできるとのことです。なるほど、ちょうどいい腕試しですね。まったく仕方ないわね。ここまで来たら何が来たって同じよ。まとめて片付けてやるわ。さすがでございます、ペコリーヌ様、キャル様ですが、くれぐれも気を引き締めてまいりましょう。試練みたいですね。最後っていうだけあって随分とヤバそうな感じね。似て非なるものというのは恐ろしいものですね。危ないからコッコロちゃんは下がっていた方がいいですよ。ご冗談を、ペコリーヌ様。私たちがこれまで歩んできた道は伊達ではございません。この試練も必ず乗り越えてみせます。仕方ないわね、コロスケがそこまで言うなら私も付き合ってあげるわ。この戦いを乗り越えて大いなる力を手に入れましょう。ひょかん、習った通りです。月だらけです。やる、月だらけ。習った通りです。もっともっともっと、もう一人の私、ミラーミラー。えい、好きだ。魔法少女7か、いきます。全力全開、7かインフィニットブラスト。一気にこのまま、はっ、くれい、解き放ちます。コスモブループラネット、みんなで来るよ。みんなでおもてなしや。メルヘンキングだね。もう一人の私、ミラーミラー。今日は魔法少女7か、いきまーす。7かインフィニットブラスト。すごいです。もっともっともっと、いたぶってください。挑戦し、習った通りです。解き放ちます。青い星の力、コスモブループラネット。一気にこのまま、好きだらけ。それや、もう一人の私、ミラーミラー。みんなでおもてなしや。ミルヘンキングダム。お返し、習ったと。魔法少女7か、いきまーす。全力全開、7かインフィニットブラスト。やりますな。えい、解き放ちます。青い星の力、コスモブループラネット。やりますな。そこです。やるなら空間を。さあ、えい、好きだらけ。
もう一人の私へ、ミラーミラー、みんなでおもてなしだ。ミルヘンキングダム、冷たいですよ。もっと責められてもよかったのに。七回ちゃん、最強フォー